中心位とは、渦に示すように、下顎が固定されている位置ではなく、左右の下顎頭が、それぞれの科学科の最も安定した位置に収まり、下顎が、左右額関節を軸として安定した回転運動を行うことができる、上顎に対する、下顎の位置関係を示す、歯科専門用語である。中心位は、左右の顎関節にコントロールされる上顎に対する、 下顎の位置関係で科学運動の基準位置として臨床に応用される。具体的には中心位は残存場による高等管合意が得られない場合における固鉄物工合採得として利用され、さらに工合疾患に際して分析、診断、治療に応用される。中心位は20世紀前半から歯科医学研究者に使用されてきている専門用語である。 1935年、スカイラーは中心くらいの早期接触が顎高校系の病的変化と密接な関係があることを指摘した。1955年、マッコーラムは中心くらいの経年的変化が少ないことを発見した。1956年、アメリカ歯科補鉄用語委員会は中心位を科学最後方位とする定義を発表した。 1968年、マッコーラムは、中心位にターミナルヒンジアキシスという概念を取り入れた新たな定義を提唱した。中心位相期接触の是正方法については、マッコーラム、スタラード、スチュアート、トーマス、ギシェイラが言及し、ポースセールとランフヨードらが、中心位と顎関節症との関係について、学説を展開している。理想工法について、 マッコーラムをはじめとするナソロジー学派の研究者は中心位と高等観合位を一致させることを提唱し、スカイラー、パンキー、マン、ポッセルとランフヨードラは中心位と高等観合位との間にロングセントリックあるいはワイドセントリックを与えることを提唱した。以上のことから中心位は20世紀前半から現在に至るまで、 様々な分野において研究されてきている。それらの研究は、定義、意義、理想工合の要素、治療目標、疾患との関係、工合診断、工合病治療への応用など多方面に及び、原子改良の診断、治療技術に多大な貢献を果たしている。中心遺産特には、いくつかの方法がある。ありがとうございます。